平野の仕インスタのフォロワーが、キンプリッコへ、へ止まらぬ勢いに、グループのファンが抱えるモヤモヤ滝沢秀明が、今年3月に立ち上げた新会社、トベに、元キングプリンスへの平野仕様と神宮寺雄太が合流すると、7月7日に発表された。同日に2人はインスタグラムを開設。 平野のフォロワー数は9日16時の時点で238万人、神宮寺は163万人となっており、話題性抜群の再出発となった。主要ポイント、インスタグラムフォロワー数で、キンプリを超える勢い。平野仕様がインスタグラムを開設してからわずか2日足らずで、キンプリの公式インスタグラムのフォロワー数を追い抜きました。 さらに、シクストーンズやスノーマンなどの今をときめく人気グループも追い抜き、その勢いは止まる気配がありません。ファンからの熱烈な支持平野紫耀はインスタグラムのストーリーズで、ファンからの100件以上もの質問に答えるなど、ファンへの神対応ぶりを披露。これにより、ファンクラブの解説も成功し、よし見発信を果たしました。新しい展開によるもやもや。 一方で、キングプリンスへのファンである、ティアラの中には、新しい展開に対して複雑な感情を抱いている人々もいます。これまでの脱退メンバーに関するファンの対立や受け入れの葛藤があり、平野市用の加入により再びもやもやが広がっているとの声もあります。橋山と長瀬角の今後の展望。 グループの一部メンバーである橋山と長瀬角は現在二人で活動中ですが、平野仕様の話題性に押されてしまっている状況です。ティアラたちは彼らに対してどのような期待や気持ちを抱いているのでしょうか結論。平野仕様のインスタグラムフォロワー数の急上昇とそのファンへの熱烈なサポートは、 彼が滝沢秀明の新会社、飛べに合流し、新たなキャリアをスタートさせたことを示しています。一方で、キングプリンスへのファンであるティアラの一部は、この展開に対して複雑な感情を抱いており、橋山と長瀬角の今後についても注目しています。飛べ組とジャニーズ組の共演が果たして実現するのか ファンたちは今後の展開に期待と不安を抱えていることでしょう。平野紫仕様とキングプリンスへのメンバーたちがそれぞれの道を歩み始めた今、ファンたちはどのように彼らを支え、受け入れていくのでしょうか。このストーリーは音楽業界とアイドルファンの心情について考える貴重な機会と言えるでしょう。